1日にたったの大さじ1杯で痩せるスーパーフードをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立ていただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひお受け取りください。それでは1つ目の項目です。なぜこのスーパーフード1日大さじ1杯で痩せることができるのかっていうその痩せるポイントについてお伝えしていきます。ポイント3つあります。1つ目です。腸内環境を整える食材だから、結果根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんですね。2つ目です。代謝を促進してくれます。もうどんどんね脂肪を燃やしていきましょう。そして3つ目です。脂肪の蓄積もしっかりと抑えてくれる効果があるからなんですね。以上のポイントを全てこう手にねしているこのスーパー食材をお伝えしていきたいと思います。はい、それでは2つ目の項目です。何を1日大さじ1杯取れば良いんでしょうかということで、今回ご準備したのはこちらです。ホワイトチアシードになります。こちらですね、よくチアシードってあの黒いブラックチアシードがメインだと思うんですけれども、こちらはそのブラックチアシードの中に入っているその白い種のみを選んで、そして改良された品種になるんですよね。でシソ科の植物の種子でサルバチアシードとまあ別名言われています。でこれはですね、このブラックチアシードに比べて水に浸していただきますと、さらに約、ね、14倍にも膨らむっていうね、すごいチアシードね見つけてきました。でこのホワイトチアシードというのは中性脂肪値を下げてくれたり、また太るもとですね、血糖値の急上昇を抑えてくれる、まあ、結果脂肪を溜め込みにくくすることができます。でまた食物繊維がとってもね多く含まれていますから、これは何がいいかと言いますと、腸内細菌です。痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの大好物の餌というのがこのね食物繊維なんですよね。なのでどんどん痩せ菌たちも増えて元気になる、そして代謝も促進してくれて、どんどんね脂肪を燃えやすい体にしてくれますし、またね満腹感がすっごく得られます。何せその14倍もね、14倍にも膨らむわけですから、もうこれはねしっかりとまたもちもち食感などよく噛むことでね、さらに満腹感も得やすいという食材になっています。では3つ目の項目です。どのようにそのホワイトチアシードを食べるとさらに痩せることができるのかっていう具体的な取るね方法についてお伝えしていきます。その前に注意点です。まずこのホワイトチアシードですね、加熱しすぎないようにしましょうね。あまりあの高温で加熱しますとやはり成分がですねしっかり取れなくなってきます。では2番目、乾燥したこの状態で大量に飲み込まないでくださいね。大変なことになります。なぜかというと、お伝えしました通り14倍に膨らむわけですからね、一度にこれをその乾燥状態で取ってしまえばお腹でも膨らんでね大変なことになりますから気をつけてくださいね。そしてよく噛んで食べましょうです。もうねツルツルと飲んでしまいますとまたプッとね膨らみやすくなりますから、しっかりねよくよく噛んで召し上がってくださいね。では注意点4つ目です。一度に大量摂取しないようにしましょうです。こちらですね、食物繊維も豊富なのでもちろん便秘にはいいですけれども、ただ大量に摂ってしまいますとその体内の水分も吸収してどんどんね膨らみすぎてしまって、こう消化管にこう詰まりやすくなるんですよね。そうすると逆にまあ便秘になってしまったり、またそのことで下痢になったりお腹がね痛くなったりしてしまいますから、食べる量には気をつけてくださいね。大さじ1杯で十分です。はい、5つ目です。こちらのチアシードはですね、シソ科の植物の種子、まあ、種なのでシソ科のねアレルギーを持ってらっしゃる方っていうのは残念ながら控えてくださいね。そして6つ目です。お薬との組み合わせもあります。特にあの血圧ですよね、あの血栓などこういったねあの症状に対してのお薬をあの飲まれていらっしゃる方っていうのは主治医の先生によくよくご相談された上召し上がってくださいね。では最後にここから痩せる食べ方についてお伝えしていきます。あの食べ方ですね、こちら
パッケージの方にも載っているんですけれども、だいたいお水やスムージー、牛乳、ジュース、まあ、要は飲み物であったりとか、ヨーグルト、シリアル、ドレッシング、スープ、ジャムなどに加えてお召し上がりくださいということで、このホワイトチアシードをそういったものに入れた後はよくかき混ぜて約10分置いた後に召し上がってくださいとなるんですけれども、まあ、この中でもおすすめ、私はやはり発酵食品のヨーグルト、どちらかというと動物性ではなくて豆乳ヨーグルトなどをおすすめしたいと思います。でまたやっぱりですね、スムージーなんかは果糖の摂りすぎであったりとか、牛乳はやはりグルテンと似た効果のカゼインという成分が入っているから、ちょっと腸にはねあまり優しくないものなので摂りすぎには注意だなと思います。もちろん甘いものジュースとかジャムとかこういったものにもですね、摂りすぎてしまわれますと、まあ、そもそもこのチアシードのダイエット効果以前にこの食材そのものが太るものなので、そういったの組み合わせは十分気をつけていただきたいなと思います。そしてプラス痩せる食べ方としましては、1日大さじ1杯程度までで十分です。でこの大さじ1杯で約46キロカロリーあります。なのですごく低カロリーというわけではやはりないんですよね。で私たち日本人で言いますと白ごまみたいな感覚で、まあ、いろんなものに振りかけてね10分置いて召し上がったりっていうするのが簡単に取りやすいかなと思います。で私のお気に入りは手作りの豆乳ヨーグルトにこのチアシード大さじ1杯入れたものをちょっと蜂蜜かけて食べたりするんですけども、美味しいですし、もうお腹いっぱいになります。ということでこのホワイトチアシードをダイエットにね取り入れるポイントなんですけども、今まで通りのお食事の量を召し上がっているプラスチアシードではそんなにダイエット効果そこまでですね実感できないと思うんですよね。まあ、そもそもそのお食事量を減らすためにこのホワイトチアシードを代わりに入れましょうねっていうのが正しいと思います。そうすることで食事の量を、ね、減らすことができるんですよね。なのでもともと摂っていたお食事のカロリーを減らすのを補うのがこのホワイトチアシードなんだなっていう意識づけの方がいいと思います。そうすることで少量でも満腹感を得ることができますし、もうなんといってもすごい栄養価が高いですよね。こちらの裏面にも書いてますけども、タンパク質が非常に豊富ですから、やはり痩せるためにはタンパク質とっても大事になってきますので、ホワイトチアシードを摂ることでそのタンパク質も補えちゃう、まあ、プラスヨーグルトもタンパク質ですからね、もうダブル効果ということでおすすめの食べ方なんですね。また後日ねこのホワイトチアシードを使ったレシピもね順々追ってご紹介できればいいなと思ってます。そしてねこちらはですね、やっぱりよくホワイトチアシードが入って、まあ、普通のチアシードが入った甘いドリンクとかこう瓶で売ってたりしますよね。ああいった要はこう甘い飲み物とか甘いデザート系にトッピングするっていうのはやはりダイエット向きではありませんよね。もうねよくわかりますって、ね、先生よくわかるっていうねご意見もいただくんですけども、やっぱり甘いものにトッピングしては元も子もありませんので、やはりお食事とかね、せめてその無添加のヨーグルトとかそういったところにプラスアルファするっていう工夫をねしてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回お伝えしたかったのはこのチアシードの中でも品種改良されたホワイトチアシードを使って日頃のお食事の量を減らす代わりに満腹感を得ることで食べ過ぎ防止になるという意味でも、そして栄養価が高いという意味でもダイエット向きの食材スーパーフードになりますので、ぜひ健康的なダイエットの一つとしてねお役立ていただければなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。